結構登りますね。なんか思ってたイメージと違いますね。こんなに。お、あれはもう上ですかね。はい、今日は桜牛神社ですか。牛神社。あ、牛神社。牛神。あ、牛神。あ、牛神。桜牛神社。今日はこちらにお邪魔します。初めて来ました。桜牛神社。うわ、でかっ。結構登りますね。なんか思ってたイメージと違いますね。こんなに。お、あれはもう上ですかね。檻のような感じで。全部。すっごい。だからです。気に入ったのを一個持って帰る。信仰外、信仰以外、信仰。ああ、じゃあ願い事関係なしにってことですか。興味本位でってことですよね。願いがあっていうことですよね。だからネタとして持って帰るのよくないと。なってくださいと。絶対絶対返さないといけないやつってことですよね。それかアカウントバンされて永遠のなんか願いになってとか。いろんな色がありますね。もう下の方が江戸時代の古い。ああ、あるけどな。あれ馬ですかね。あれは馬。うまくいくみたいな感じですかね。下の方は土地。まさかこれ自分で作って持ってくる人がいないですよね。いない。いないですよね。全部ここでの人が作った。そうか。あ、最近はね、なんかカバーみたいなのが多いんだけど。あ、確かに。昔のあの立派なやつが。あの上とかやっぱ掘り投げるんですかね。投げる。がね、願いを込めるために。ああ、いいスマートな感じですね。持って帰る。お米のここのところの新しいやつ。
この日だって言うんですよ、うん、そういう色。あ、なんかありますね。これは牛が描いた。寝泊まりする感じですか、うん、結構暗い、古いっすね。あお茶とか、うん、古いですね。あ 待機場みたいな。すごい古い。あ、会議する。あ、ここもここで多いですね。まあ、願い叶ったらここいたりするってことですか。ここはさっきのところだけど。ああ、ここ古いですね。願いが叶いますように、うん、という感じで今日はお送りいたしました。裏番スピチューブ始めました。こちらでは上げにくい動画、短い動画などはこちらで公開しております。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。